瞑想霊春茶です。瞑想霊なんか寝起きの声みたいになってます。はい、ナオミです。はい、今日はんこの子たちはロングテール長尾、長尾だったよね、うん、とロングテール東海錦のお迎えの動画です。まあ、どんな感じかというとこんな感じで、ロングテールの稚魚が販売されていて、まあ、全部じゃないんだけどね、中には尻尾が短い子もいたし普通の長さの子もいたけど、うん、何十匹、多分100匹以上いたかな、うん、それが地元のホームセンタージャンボ園長で売られていて、その中から選別して持ち帰ってきた、うん、多分ロングテールじゃなくて長尾って書いてあったのかね、うん、その中にロングがいたんだよね、うんうん、何匹か。そう、稚魚を買うっていうのはなかなかしないんだけど、まあ、この子たち見つけてね、うん、お迎えして、まあ、これから大きく育てていこうかなって思います多分色は黒になるんじゃないかなって予想してるけど、多分ね、うんうん、真っ黒でもロングテールならいいかなっていう感じで、この子たちでもうちに来ても1ヶ月ぐらい経ったけど、うん、まあ、元気に成長してくれてるし餌もたくさん食べるので、これでもね一回り大きくなったかな、うち来て。この調子でどんどん大きくなってほしいな。でちょうどさ、うんうん、3ヶ月か4ヶ月ぐらい前にうちの自家繁殖の長尾が生まれたじゃんね、たくさん、うん、でその中の何匹かも親が親だもんでさ、すごいロングテールの子がいるんだよ、キャリコだけど、だからその子たちと将来繁殖してくれたらロングテール純血統みたいな、まあ、純血統じゃないかこの子らの親がね、ロングテールとは限らないから、うん、そういう感じでうまくやってくれてるといいな。寝起きだもんね。ぐたぐたです。寝起きなので、うん、はい。でこれがロングテール東海錦。まあ似てるけど、さっきの子たちより一回り大きい、うん、ね。この子は水金葵町線さんで買いました。はい、で横見水槽に引っ越し。でもさ、長尾の割には全然目出てこんね。あ、確かに、うん、まあ、これからかもしれんけどちょっと遅いかもしれないから目がそんなに出ない可能性もある。うん、うん、まあ別にそれはいいけどね、全然。ただ色がやっぱこの色だとちょっと可能性をまだ持っちゃうんだよね。そう、黒じゃないんじゃないかなっていう、うん、もしかしたらなんか私は逆にずっとこの色なのかなって思っちゃったりしちゃったりして、 その可能性も大いにあるよね。うん、うんうん、そう。でもとりあえずまだまだ稚魚なんで大事に育てていって大きくなった時にどうなるかだね。とりあえず元気だから、うん、もう大丈夫だとは思うけど。ちなみにお値段は長尾の方が3匹で760円だっけな、だからだいたい1匹250円ぐらい、うん、でロングテール東海錦が500円だったので、まあ、かなり安いよね。これ全員で1300円いかないくらいだからね。でも大事なのはやっぱ長生きさせることだよね。うん、うん、なんかあんまりね金魚飼ってないから、うんうん、珍しいかもしれないね、こういうのを買うのはね。そうだね、うん、あ、なんかおかしなこと言ってる。うん、珍しいよこんなさ稚魚、うん、だけピックアップして買うのは、うんうんうん、やっぱヤフオクのまとめ売りとかが多いからさ、稚魚って最低でも5匹6匹とかさ、だからホームセンターで3匹だけ連れて帰るっていうのはかなり珍しいしいいんじゃない。うん、うん、はい、という感じでこのまま元気に暮らしていってくれそうな気配なので、どんどん大きくなってどれぐらいのロングテールになるのか楽しみだね。
まだまだ暑い日が続くから餌もたくさん食べてくれると思うし、この成長を見守るのが楽しいわ今は。ね、うん、でもさ、今まで繁殖させてきたけど全部外から親魚を買ってきてその子たちを繁殖させたじゃん、うん、そう。だけどうちももう自家繁殖させて1年ちょっと経って実宅では10期生までかちょうど誕生してて、この子たちは何期生ってわけじゃないんだけど一応稚魚の状態から育てることになるじゃん、うん、でそういう稚魚から育てたような子たちが親になってまた繁殖して次の世代を残すみたいなことが起きたら結構いい感じかもしれない、うんうん、いい感じ同じ繁殖でも面白い、外からお迎えして作ったよりも、うん、その稚魚からとか卵からこっちで育てた子たちが次の世代につなぐっていうね、命のバトンを、うんうん、そこはまだやったことないじゃんね、2世代目の繁殖みたいな、うん、そうだね、うん、プロのブリーダーの方とかは毎年やってると思うけど、うん、親で残した子を使うとかね、うん、ちょっと俺もそれやってみたいなって思った、うん、そうね、今年は繁殖があまりしてくれ、自然にはしてくれない、うん、年だったからね、うん、年だったっていうか、あ、そうだよね、もうしないもん ね、うん、ね、秋とかまでまた、そうそう4月だもんね、そう、うん、夏はしないと思うからこんな暑いと、わかんないけどね、わかんないよ、決めつけてるわけでもないけど、うん、でも春にしなかったから ね、 それで夏っていうのも、でも秋したからな、わからんね、だからわかんない感じうん、うん、まあそんな感じだよ。じゃあおまけは、おまけはね、あのちょっと最近ふと思ったんだけど、うん、あの蚊取り線香使うでしょ、で今ってそういう、うん、あのぐるぐるのやつ使ってるとこも、うちって実家まだぐるぐるなんだけど、なんでさ豚さんなのかなって思ったりする。あの今さお店でよく売られてるのもなんかちょっと画期的な豚さんじゃん、うんうん、そうだね、うん、そう、ただそれも思っただけです。言われてみればなんでだろうって感じだね、うん、うん、ね、そう豚さんだね、うんうん、はい、あのでも結構あのぐるぐるのやつ好きよ。まあ強いよねあれは、うん、昔ながらって感じですね。そうそうそう、あれ結構好き、うんうん、あ、そうです、はい、終わり。皆さんも蚊に刺されないようにお気をつけくださいね、うん、はい、はい、それじゃあ今日もここまで動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃあ寝起きでこんな感じですが、じゃあまたね、はい、バイバイ。